デフレ誘導を断行した松方太蔵卿、松方デフレとは、西南戦争による戦費調達で生じたインフレーションを解消しようと、大倉卿、松方正義が1881年により行ったデフレーション誘導の財政政策のことである。松方財政とも、西南戦争の戦費調達のために、 俯瞰紙幣が乱発されたことによって、戦争後に大規模なインフレーションが発生していた。当時の大倉卿大隈重信はこのインフレーションの原因について、経済の実態は、紙幣流通量に近く、法務貨幣である銀貨が不足しているだけだと考えて、積極財政を維持して、外債を発行して、そこで得た銀貨を市場に流して、俯瞰紙幣を回収すれば安定すると主張した。一方、 次官である大倉大輔の松方は単に、明治維新以来の政府財政の膨張が、インフレーションの根本原因であって、俯瞰紙幣改修こそが、唯一の解決策であると唱えた。松方の主張は、長年財政に携わってきた大熊の財政政策を、根幹から否定するものであり、大熊の激怒を買う。この対立を憂慮した伊藤博文が松方を、 内務卿に抜擢するという形で財政部門から切り離していったんは事態収集を図った。ところが、1881年の明治14年の政変で大熊が政府から追放されると松方が大蔵卿に任命されてインフレーション対策の責任者となる。松方は俯瞰紙幣を回収、焼却し、1882年に日本銀行条例を交付して、 日本銀行を設立する。国内的に余裕があった銀貨に基づいた銀本位制の導入を目指して、緊縮財政を実施した。また、これに要する政府資金調達のために、政少への官営模範工場の払い下げ、タバコ税や酒造税などの増長による歳入増加策、軍事費を除く政府予算の縮小等により紙幣発行量を縮小していった。対策の結果、 明治14年度の紙幣発行口一、5億円に対し本位貨幣の準備口が0.1億円だったのに対し明治18年度には紙幣発行口一、2億円に対し本位貨幣準備口は0.45億円まで回復し銀本位制導入への基礎がなった同年には満を持たして銀打貫紙幣が発見され銀本位制が導入された また日清戦争の賠償金による金準備をもとに明治30年には松方年間の金本位制が導入されることになる。松方財政によるデフレーション政策は眉の価格や米の価格などの農産物価格の下落を招き農村の急防を招いた。このデフレーション政策に耐えうる体力を持たない急防した農民は農地を売却し都市に流入し、 資本家の下の労働者となったり、自作農からお弱農へと転落したりした。一方で農地の売却が相次いだことで、広範な土地が地主や氷菓子へと集積されていった。一部の農民は経済的困窮から放棄活動に走り、各地では自由党による激化事件に参加して、反政府的な暴動を引き起こすようになった。また、 関営工場の払い下げにより、成長が財閥へと成長していったことと、相まって資本家層と労働者層の分離という、資本主義経済の下地を作ることとなった。ありがとうございます。